愛知 M6A セーランセランは、大日本帝国海軍が、第二次世界大戦中に開発した、水上攻撃機。設計生産は、愛知航空機、略符号は、M6A1。ン1 0 0型潜水艦による、戦略爆撃の目的で開発された、小型軽量の急降下爆撃が可能な、潜水艦搭載用の水上攻撃機。 昭和18年11月に初号機完成。だが1944年9月でも実験飛行の段階だった。第631海軍航空隊で運用された。第一次世界大戦以降、日本海軍は小型水上偵察機を搭載した潜水艦を建造した。昭和初期、日本海軍は潜水艦を敵艦隊艦視 水気上直接に用いるという要望を概ね確立。潜水艦への小型水底搭載は潜水艦の偵察能力強化につながっていた。太平洋戦争開戦後の1942年1月、鈴木義夫軍令部第二部長から艦船本部に対し新型潜水艦について紹介があった。同年5月、水上攻撃機2機。 航続距離3.3万回り、連続行動可能期間4ヶ月以上という特型潜水艦の艦型が決定した。この特型潜水艦が400型潜水艦であり、水上攻撃機が精卵である。米国東海岸で作戦を意図しており、黒島カメ軍令部第二部長が語ったところによれば、構想そのものは山本56による。 同年6月30日の改め丸号計画で、特型潜水艦18隻の建造が含まれていた。だが、戦局の悪化に伴い1943年10月15日付の軍令部将棋により、特型潜水艦の建造隻数は5隻に減少。最終的に竣工した特型は3隻だけだった。太平洋戦争後半、E400 型に搭載する精卵の機数は、 2期から3期に増やされた。同時に E13 号型潜水艦も搭載機を偵察機一から攻撃機二に変更することになり、改造計画を実施した。セーランは E400 型潜水艦を母艦として浮上した潜水艦からカタパルトで出され、戦略的な目的での攻撃に使用されるために計画された特殊攻撃機である。 最大速度時速 474km、フロート等機時 560km、低翼単葉総浮き船、複座、航続距離166ノットで642回里、兵装は1 3 m m ートル0回機準1と2 5グ k g 爆弾、1、潜水空母イ400型潜水艦に搭載するため、愛知航空機において、母艦と同時期に開発に着手され、 昭和18年11月に試作第1号機が完成した。92式改め3航空魚雷による雷撃、または250キロ爆弾、または800キロ爆弾による水平及び急降下爆撃が可能であった。実戦における攻撃時には、エンジン出力の関係から、大型爆弾の場合はフロートを装着しない仕様になっており、攻撃後は間近くの海面に着水。 または搭乗員を落下参降化させ、乗員のみを収容する予定だった。この場合の機体の回収は無論不可能である。一方、潜水艦には予備魚雷と予備爆弾が装備され、状態によって再出撃も可能であった。ただし、唯一にして最後の出撃時は特攻が予定されていた。折りたたみ卵は400型の飛行規格納刀に収めるため、 主翼はピン一本外すと前縁を下に90度回転して後方に、水平尾翼は下方に、垂直尾翼上端は右横に折りたためる。フロートは取り外されているが、機体近くに置かれており短時間で装着できるようになっている。また、暖気の代わりに、加温した潤滑油、冷却水を注入できるなどの工夫で、作業開始後、約3分以外で発進可能と言われている。 E400 型はセーランを3機搭載でき、潜水艦搭載時にはすでに来装、爆走していた。ただし、飛行機格納棟の一番奥に収納された3番機は、潜水艦乾板上での整備スペースが限られているため、1番機、2番機の整備及び、射出完了後に発信所準備を開始する。このため2番機発信後、20分後に射出予定だった。また3分で、 発艦可能といっても、実際には搭乗員、整備士の技量による。搭乗員の浅村厚氏によると、最初のうちは3期発進完了まで20分以上かかっていたが、最終的には十数分に縮められたとのこと。特に母艦自体が上下に、胴振りしているため発艦のタイミングが難しく、射出指揮官が慎重に判断した。このように発艦には危険が伴ったので、 搭乗員には1回の発艦訓練につき6円の危険手当が加算された。当時の大卒の初任給は60円である。潜水艦搭載のための折りたたみ構造と高性能を両立させ、またその任務により世界中で使用を可能にするためジャイロスコープを装備するなど、非常に凝った作りの機体であった上に製造数も少なかったため1機あたりのコストも高く、 冷戦50機分に相当すると言われた。口述の通り、本機が海軍の兵器として正式採用されたことを積極的に立証できる。法令は存在しない。南山姿勢勢乱を陸上機化した機体も製造され、これを姿勢勢乱改め、法令1、または南山という名称で呼んでいた。南山は高速性能に優れる代わり、滑走距離が長かったという。 1944年10月、南山は高橋の操縦により魚雷発射実験に成功した。これにより高橋は、星覧が雷撃に向いた航空機であると確信したという。星覧及び南山は合わせて28機が製造された。計画段階では36機以上、生産予定だったが、訓練用の機体すら確保できず、空気帳から零式小型水上偵察機二機を借りて、 第631空隊員の訓練を行った。搭乗員からは、おもちゃみたいな飛行機で訓練するのかと不満が出た。そこで、第634空から随分を借りて訓練を行った。航空機を兵器として正式採用するかどうかについて、海軍省では法令の一つである内令兵で命名して施行し、周知しているが、精卵と、 セーラン改めはいずれも姿勢の干渉がついた実験機法令一としての扱いに変化がないまま配線を迎えており、実施部隊の認識はともかく省としては兵器に採用する法令を施行していない。また、1945年7月に海軍航空本部が調整した海軍現用機性能用目標においても、それぞれ姿勢セーラン、 姿勢精卵改めの記名が記されていたとされる。なお、第631空で精卵テストパイロットを務めた高橋は、1944年11月24日に領収飛行を行い正式採用されたと述べている。ほか、終戦後の第631海軍航空隊の武器引き渡し目録には、精卵11型発揮、そのうち3機破損と記載されているが、 目録上の兵器名表記はいずれも海軍省が施行した内冷兵に準拠したものではない。兵器が正式採用前に実施部隊へ引き渡され、運用されるのは二式艦上偵察機、法令2、雷電、法令3、王家、法令4らの例もあり、西覧や西覧改めが特殊なわけではない。西覧の航空隊は1944年12月15日に、 第631海軍航空隊として開設された。さらに、セーランは、以後第400潜水艦、以後第401潜水艦、以後第13潜水艦、以後第14潜水艦を中核とする、第1潜水隊に配備された。アリーズミ大佐は、第631海軍航空隊司令を兼ねる。潜水艦航空機運用の経験があるのは高橋、少尉と、 高野末尾少尉のみで潜水艦の艦長歴が長いアリズミ司令は航空船の経験がなく、福永飛行長は航空、潜水双方の実践経歴がなく、浅村分隊長は潜水艦経験がなく、山本分隊長は実践経験がなく、第二のレインドには問題があった。さらに、星覧の製造メーカーである愛知航空機製作所は東南海地震、 三河地震 B-29 による空襲被害で甚大な被害を受けており、星覧の定数補充は困難であった。2月の時点で第631空の戦力は星覧6機、随分5機でしかない。1945年1月、アリーズミシレイは魚雷によるパナマ運河攻撃の研究を命じた。3月下旬から4月上旬にかけて作戦の検討が進む。 五潜水艦基地帯で軍令部第六艦隊参謀を交えた頭上演習を実施。4月25日、主艦に対し第一潜水船隊全艦、セーラン10機によるパナマ運河屋艦攻撃計画が公表された。この段階では通常攻撃だったが、福永飛行長は飛行機礎特攻の時にセーラン部隊だけ通常攻撃はありえない。全機特攻と主張し、 10日期から爆弾が落ちないよう工作を命じた。結局、前期8 0 0ラム爆弾を装備した上での特別攻撃隊となった。しかし、戦局の悪化により、パナマ運河攻撃は中止となり、うルしい艦将の米軍在白艦船攻撃に目的変更となる。6月25日、小沢寺三郎海軍総司令長官は、第6艦隊第一潜水隊に、 以下の作戦を発令した。使用兵力1 3十4輸送物件最運4機。7月下旬トラック機を目標に行動。使用兵力400-401、ラ400ン6機。攻撃時期7月下旬より8月上旬。時期作戦準備としてシンガポールに星覧10機を空輸すべし。部隊は新竜特別攻撃隊と命名された。 出撃前の総公会で、第六艦隊司令長官、第五忠重中将は、飛行機搭乗員に担当を送っている。この担当は、特別攻撃隊を意味していた。南部は、有泉司令も私もこの作戦を特攻であると、正式に命じたことはなく、少なくとも私は最後まで、聖艦の手段を講ずるつもりであった。しかし、飛行機搭乗員はどうであったろうか、と回想している。 また、西卵には、戦時国際法違反を承知で米軍の星マークが、付けられ、米軍機と同じ銀色に塗装されていた、法令後。イ・ヨン100搭載西卵1号機の高橋は、誰の入れ知恵だかわからなかったが、卑怯で情けないと評している。7月20日、イ・4ン100とイ・4ン1は、舞鶴を出港し、21日もしくは22日に、大港入港。 7月23日、大港を出撃し、8月17日を攻撃予定日として、航海を続けた。イ、e、4 0 1は、マーシャル諸島東を通過する海ースを取った。8月14日、イ、e、4 0 0はイ、e、4 0 1との合流地点に到達したが、発見できず、8月15日も待機した。一方のイ、e、4 0 1も、両艦を発見できず、海合地点で待機。 8月15日を過ごした。このすれ違いは、アリズミ司令が発信した会合地点変更の電信をイオン100が受信せず、イオン100は作戦計画通りの会合地点に先行していたからであった。この時点で、新流特別攻撃隊は終戦を迎えた。8月16日、第6艦隊司令長官及び海上総体司令長官から作戦中止命令が出る。 セーランが特攻に出撃することはなかった。セーランはエンジン始動状態、翼を折りたたんだまま無人で出され、洋上廃棄された。ン1 0 0では3機をわずか10分で組み立てたという。その際に搭乗員の立っての希望により、星マークが塗りつぶされ、日の丸が塗装されたとされる。E401 では8月26日に星覧、弾薬、秘密書類等を投機した。 アリ泉司令は、館内で自決した。修復された機体戦後に、愛知県の交渉にあった機体が、アメリカ軍に捕獲され、性能などの調査の上で、スミソニアン博物館に修繕を施された状態で一機が、保存されている。なお、海軍省では、法令上、姿勢勢乱を、特殊機、法令6、法令1、姿勢勢勢乱改めを、 姿生精卵を陸上機となせるもの、法令一と明記して周知しており、本機の用途等に関して特に厳しく否得していたわけではない。第111巻戦闘機生卵強奪大作戦の巻に登場。プレイヤーが使用可能な日本軍兵器としてイオン百型潜水艦から出撃可能、または一部のゲームモードにて陶器が使用できる姿生精卵と 第631空が登場した、セーラン及び、南山が、艦娘に、装備可能な水上攻撃機として登場。水上機カテゴリーの装備として登場。マルチプレイの一部マップに、オブジェクトとして置いてある。ソニックウィングスンマオマオが特殊水上、攻撃機としてセーランに登場している注釈。ABCD 賞は19年11月20日付海軍賞内例兵。 第87号。昭和17年7月6日付海軍省内令兵。第50号。昭和19年10月19日付海軍省内令兵。第79号。昭和20年3月17日付海軍省内令兵。第8号。国際法違反とは関係者の証言であるが、実際には軍用機に関する限り。 そのような国際法は2017年現在も成立しておらず、当然批准した国も海無である。日本海軍に関しては、大正11年1月21日付海軍省、国時代1号第1項で海軍航空機の標識派日省、トスとしたほか、機体への表示法が示されたが、これは日本の一省庁が定昭和年月日付海軍省内令兵。 第27号、ありがとうございます。